次に向かう場所、それは、逆だな、こっちか。全然関係ないとこ行ってる。こっち。この辺。あれだあれ。バファロンドモヒカント、バッチリ頑張れ。ハヤブサ切り、ギガスラッシュ、一体ってかグループかな。41って歯をの斧かっこいいな。悪くないぞ。まごまごしている。そんな強くない。ん？赤い鍵、牛さんだ。おいしいミルク、もらえるものはもらうよ。あ、道間違ってね、これ。サイクロプス。でかっ。引きになってるから、隣のダイスとデビルが小さく見える。妖精の矢、痛いっす。早くな攻撃。間違えってわけじゃないが、呼べないのかな。あ、よかった呼べる。アイテムあるみたいだから回収はしとこうか。これか。激辛チーズ。大外回りしないとあっち行けないのか。ま、正面から。フェロスは効かないだろう。直接行けないのか。大外回りで行かなきゃダメなのかな。
ふう、アークデーモンが。そこだ、抜けれるかい。抜けれねえよ、ログエグデーモンで。チーム呼び。合体しろ。通常攻撃でもそれなりに強いか。いった。合体して怒りの魔人こと魔人になったんだ。だからどうした。聞かねえよ。金か。すさまじい強さ。さすがアークデーモン。誰と別れようかな。もうみんな強いな。となるともうアポロンより強いんじゃねえかな。守備力かな。キングスライムさようなら。見てちょうだい。この夜が明ければきっと明るい未来が待っているんだ。どこまでもあったアイテム。ギガンテスいますね。ハヤブサギリ。おお、さすがの。ボコに殴ってやれ。あー、ため入った。合体だ。全然食らわなくなる。痛恨の一撃。さすがにこれは食らうな。それ以上の攻撃を通常攻撃でするっていう。あ、そんな強くない。ギガンツの方が強いな。バイバイ。小さなメダルか。よし。アイテムも回収できたし、今度こそ町に向かおう。
っちいけないんだよ。いけるの？あ、いけた。てかすげえ近かったし。盗賊の花だ。9個いっぱいあるな。まさか。キキキャッキャー、さて人間だね、よく来たキャー、ここは三角谷だよ。どこからどう見ても魔物ではないか。おっさんいつの間に。いやいやお主、魔物でありながら逃げも襲いもせず歓迎するとはどういうわけじゃ。ここ三角谷は人間と魔物とエルフが共に暮らす谷だよ。人間を見ても逃げたりなんてしないよ。なんてあることじゃ、まさかこのような収録があるとはの。わしもごくそごくそせず堂々と歩き回れるではないか。わしについてまいれ。キーン。あ、トロドに変わった。んちゃー。まあ行ってみよう。やってんの？リップス。まあいい男ね、チューしちゃうかしら。いやね、ちょうだいにゃん。男はみんな狼ね。小さな目だ。お、さまよう鎧じゃん。暗黒神ラプソンは闇の世界を司る神だった。だが奴は強すぎる自分の力を持て余したのだ。この光の世界をも自分の支配下に置こうと考え、こっちの世界へやってきた。しかし暗黒神ラプソンは七賢者の手によってこの光の世界のある大岩の中に封印されたのだ。お、普通の人もいる。ピュアギガンテス。安いね。一杯もらおうか。愛知が先月と一発で見抜くてはさすがにプロじゃ。多分誰にでも勧めてるだけだと思う。こいつはうまいの。三角谷、おお。ことの始まりは今から数百年も昔に遡ります。七賢者の一人であるクーパス様は旅の途中傷ついたエルフとギガンテスをお助けになったのです。恩を感じたエルフとギガンテスはそれ以来クーパス様のお供としてその旅に同行しました。しかし人間とエルフと魔物は寿命が違うもの、時が経ちクーパス様は天命を全うされました。残されたエルフとギガンテスはクーパス様のご意志を後世に残そうとこの谷に集落を作ったのです。そんないきさつもあってこの谷では人間と魔物とエルフが仲良く暮らしているのですよ。クーパス様のご意志とは世界を襲った暗黒神ラプソーンの恐怖を人々の記憶から消さないこと。なのでこの谷の者たちは訪れ来る旅人に必ず暗黒神の恐怖を語るのです。うふう、そうかそうか、なるほどな。この先はうまいの。うまかった。こんな森の奥まで来たかいがあったわい。良い旅をお祈りしています。ありがとうございました。にゃーん、ふばふばチーズ。宝箱見えてんじゃねえか。どうやって取れるの？ん？ゴールド銀行か。1万1000ゴールド。まあとりあえずいいや。アークデーモンに鬼面同士。道具屋。うわ、普通水の箱持ってんじゃねえか。めちゃくちゃ守備力下がる。つーか今の装備がドラゴンローブだからな。武器屋、ドラゴンキラー、キングワックス、吹雪の剣、ビッグボーガン。はい、これです。これがいる。金が足りん。キングワックス売るか。てか炎のブーメラン売るか。さっき1個取ったな。
ビッグボーガン。マッククール持つんだけど、あとはミラーシールドがいるんだよな。チェルスが賢者の末裔であることを谷の者たちはひた隠しにしていたのだ。ラジオ様のご命令でな。即バラしたけど、全く皮肉なことだ。ああチェルス、ここにいたんだ。とりあえずまあ一通り回っちゃおうかな。宝が欲しい。誰でも入れる場所ではない。普通そうだよな。鍵かけてるからってね、割とどこでも入れるんだよ。だから最後の鍵持ってると遠慮なくパクれるというドラクエ世界、恐るべし。とりあえずお金を、あ、できた。じゃあ用意するか。外す。少しの間武器がなくなっちゃうんだよな。不思議なタンバリン。さあこれでククールは基本的にタンバリンを叩くだけになる。ビッグボーガン、ケイロンの弓、そしてどこだ、あった、エルスの弓。これでもうエロスの弓もいらないな。とりあえず金足りっかな。袋、モンスター銀貨、キングアックスももうこれいらねえんだよ。覇王の斧があるから。オリハルコンいるに決まってるだろ。鉄仮面もいらないな。モンスター金貨もいらない。結構金なるな。鋼の盾もいらないわ。鋼の鞭もいらない。結構いらないものあるな。けどレアそうじゃないのは全部売ってしまおう。ミラーシールド、けど袋に。他必要なものは随時かな。水の羽衣は天使のローブが作れんだな。プリンセスローブを作るためには天使のローブは必要だな。
りあえず買っとくか。いや、装備はしない。とにかくこれそう、ククールのオーディン帽完成するまでは。次メタキンの盾かな、順番的には。とりあえずエロスの弓を装備させておこう。何にもないよりはマシだ。どうせラリフォーアローしか使わねえんだし、これで十分だろう。お、子供がいる。ちっちゃい頃ここの谷底に落っこちそうになったことがあるんだ。ドラキーの兄ちゃんが空中で受け止めてくれたんだ。おじちゃん魔物だよね。魔物じゃねえよ。氷塊。教会へあるけど、ベビーサタン。夜中に非常識なやつだな。何の用だ。ああ、まあまだいいや。元気でな、もう来んじゃねえぞ。ドラキーがいる。一角ウサギ。ラジュちゃんが泣いてたのさ。チェルス様の命が消えてしまったって。賢者クーパス様のご子孫なのさ。もう帰らないのさ。寂しくて悲しいのさ。もしも暗黒神ラプソンの封印が解けてしまったら、人間も魔物もエルフもこの世界に生きる命はみんな消されるか影にされるのか、どっちかだお。暗黒神を目覚めさせちゃダメなんだお。人間も魔物も今はいがみ合ってる場合じゃないんだお。ふわーぶしゃー、死んだよか、年寄りじゃな。ドラキーもいる。これは壊せない。ドラドラドラッキュー。我の名前はドラングだお。谷の入り口のドラキーの彫像は、壁像はオイラが掘ったんだお。我ながら会心の出来なのだお。私とラジュがクーパス様にお助けいただいたのはもう何百年前のことか。あまりにも昔のことで今ではもう思い出すこともできん。しかし感謝の念は今も絶えはせぬ。命ある限りこの地でクーパー様に尽くし続けるのだ。お前もクーパー様のご意志に触れたくば、この部屋の奥の伝承図を、伝承画をよく見ていくがよい。エルフのラージュ、この谷にチェルスという若者がおりました。自分が偉大なる賢者の末裔であることさえ知らぬまま旅先にて亡くなりました。不思議なことですが、私はあなた方からかすかにチェルスの気配を感じるのです。はい、合ってます。見とってます。ドラキーが何かの因縁でしょう。阻止してほしいのです。はい、暗黒神の封印に使われた杖を。ドラング、ドラッキュー。門番にそう伝えておいてちょうだい。お、あ、さっきの奥だな。闇の世界に生きる大樹の葉。ほう、人任せだな。いいけどさ、なるほど、わからん。七賢者の一人は神の子エジウス。わずか6歳にて奇跡の預言者であり、暗黒神の存在に最初に気づいた方である。
また一人は天界を見てきた男レグニスト、誰よりも神を知る存在であり神鳥をレティスと名付けたのも彼である。また一人は大学者カッティード、その知識は比類するものなく世界のすべてを熟知すると言われていた。また一人は無敵の男ギャリング、たった一人で騎馬隊50人に勝利した恐るべき技と強運の持ち主である。また一人は魔法剣士シャマル、高名な剣と魔法の使い手でありながら同時に天才的な彫刻家でもあった。また一人は魔法使いマスターコゾ、この広い世界において彼にしか使えない呪文は片手では足りぬほどである。そして最後の一人はかつては呪術の使い手であった私クーパスである。我らはそれぞれの命を鍵として封印の杖に暗黒神ラプソーンの魂を封じ込めることに成功した。我らの一族があり続ける限り暗黒神ラプソーンの体と魂が出会い蘇ることは決してない。暗黒神ラプソーンの体は世界の中心にある大岩に封じ込めた。人々がいたずらに扱わぬよう魔法剣士シャマルが今ではその大岩を像に生まれ変わらせたと聞く。なんかワードがどこかで見たことがあるような気がするぞ。朝が近づいてきた。コッケコーン。とりあえずアイテムもらいに行こう。ここだ。お、いるいる。話は聞いたぞ。ミミックいる。よし。人間の七賢者と神鳥レティスが力を合わせてもあの暗黒神を封印するのが精一杯だったのだ。万が一暗黒神が復活してしまったら奴を滅ぼすということはできないものと思え、暗黒神を止めるのは今しかないのだ。世界樹の雫、小さなメダル、極上の花火、魔封じの杖、守りの種、暗黒神ラプソーンがかつてこの世界に築いた城があるという。しかし世界のどこを探してもそんな城は見つからないというのだ。これはどういうわけか。暗黒大樹の葉、これか。オッケーかヤンガス、よし取り尽くした。本棚もあるじゃん。復活伝説の剣、古びた剣、スライム王の証と最も硬い金属である。チーズレシピ、張り切りチーズ、よし、じゃあセーブしてもらおうかな。どんなようだい？お祈りをする。
このウル様にこれまでのことを洗いざらい告白しな。記録しちまってもいいのか。おい、よろしく。よっ、しっかり休んでこいよ。キキキキ。